について考えれば、この結末が正しいと思えるんだろう。それくらいはわかるくらい大人だし、そんなこと関係ないって言える若さもある。何もない日の午後、シャワー浴びてる時に、あの日の悲しさがこみ上げてきた。幸せになりたくて幸せにしたかった、それだけだったのに。幸せより誰かの幸せ。